葛飾北斎によるすりもの。すりものとは、印刷物の意の和語的表現である。特に版木で印刷した書画などを指し、さらには、江戸時代に、暦、教科、徘徊などに絵を加えていた濃くした一枚すり浮世絵を、すりものという。自費出版による浮世絵版画で、主として、教科師や教科師のグループが、浮世絵師に絵を描かせ、教科師が自作の教科を添えた。 強化すりもの、徘徊師など趣味人が自作のホックを添えて、新年の挨拶に配る祭壇すりものが代表的なものである。その他に、浄瑠璃、長唄、踊りの会などのナビロメや、役者の襲名披露を、解明披露のほか、何らかのお祝いなど様々な目的で制作された。また、西木絵誕生の契機となった絵五読みも、すりものの一種であった。江戸時代には、 単院太陽暦が使用され、一年は大の月30日、小の月29日で構成され、およそ3年に一度、純月が発生した。この組み合わせが一定していなかったために、その年の大正月を表した略歴が作られ、新年の挨拶に人々に配られたのであった。この略歴を、大小または、大正暦といい、英理になったものを英語読みと言った。 この絵ゴ読みの交換会が、錦絵の発展に多大な影響を及ぼした。鈴木春信を筆頭に、長文斎秀行、久保利光、葛飾北斎などといった絵師が、このようなすり物を手掛けている。なお、春信の時代には、絵ゴ読みの中に、巨仙公、悟り公、麦重公、イタリ連公、木上公、花橋公、芝坊公、小掛公、高橋幸子公、智幸公、 豊子校、鶴子校などという文字が彫られており、これらはその絵の考案者を指すと言われる。教科の起源は古いものであるが、天明頃に大流行し、浮世絵と教科とは極めて深い関係があった。浮世絵師が教科に携わったこともあり、北川歌丸郎の絵本抽選や絵本一万千超教科志号などは、教科と浮世絵とが提携した顕著な例として挙げられる。 これらは一枚絵であったすりものが、教会本へと発展した例と捉えられる。すりものは、個人的な贈り物にしたり、店の宣伝用にしたりするものであって、一般向けに販売されたものではない。典型的なものには、絵と教科が描かれており、大抵の場合、教科の作者による注文で作られ、その仲間の間で交換された。元来、利的に売ることが目的ではなく、 純粋に風雅を楽しむためのものであったから、下絵、彫り、すりとも入念で、紙も、上質の宝書紙を使用、中には金銀をあしらった贅沢なものさえ作られており、金銭に糸目をつけることがなかった。屈指の浮世絵師に絵柄を頼み、腕利きの職人が選ばれ、最高級の和紙と顔料が使用されたのであった。すり物の大きさは、比較的、 小さく、およそ19センチメートル21.5センチメートルが標準のサイズで、形状は正方形に近い角形であったが、完成の初め頃から、宝書横長の二つ折りの形状のものも作られるようになっていった。杉物は法歴10年代に始まり、その後、天保の中頃まで約100年ほど人気が続いた。すり物にする絵柄は、 その時代の有名な浮世絵師に頼むことが多く、絵師の中には魚やホッケーや青湯家系すみなどホッケーの門人などのようにこれを本業にする人も出現してきた。絵の題材としては、歴史が、美人が、武者絵、風景が、花鳥が、自然、生物、歌舞伎役者絵などが多く描かれている。ありがとうございます。